この動画では結晶学初学者や結晶性材料の研究を始める人向けに物質の構造と物性の関係、特に点群と物性について解説します。ノイマンの原理と呼ばれる原理があります。ある結晶の任意の物性の対象要素はその結晶の点分の対象要素を含まなければならないことを示しています。言い換えると物質の構造が決まるとその構造の対象性によって許される物性しか現れないという意味です。詳しくは後で述べますが、例えば TD という点分を持つ物質が共有電性という性質を示すことは絶対にありません。空間群に関する動画で結晶は230個の空間群のいずれかに分類されることを解説しました。空間群は平身操作の集まりである平身群と回転や共栄などの対象操作の集まりである点群を組み合わせたものです。ここで平身対称性と両立する点群、すなわち結晶点群は32個あります。32個の結晶点群を結晶形ごとにすべて示しました。もちろん、すべて覚える必要はありません。上のものほど対称性が低く、下のものほど対称性の高い点群です。一般に群とは、集合の一種で、いくつかの要素を持ちます。例えば、C2H という点群は、対称要素、E、C2、I、σ1を持ちます。点群の要素は対称操作で、いくつかの対称操作からなる集合を点群と呼ぶわけです。対称操作とはその操作を作用させた前後で自分と周りの環境が不変になるもののことです。点群の要素はここに示す上から6個の対称操作の組み合わせです。後頭操作は何もしない操作です。何もしないので後頭操作によって周りの環境は当然不変です。回転操作 CN は 360÷N 度回転させる操作です。結晶点群では N の値は2、3、4、6のみが許されます。これは四角形や六角形ではそれだけで平面を埋め尽くすことができますが、五角形や七角形で平面を埋め尽くすことができないことに対応しています。一方、結晶点群とは異なり分子の点群の場合には、N として任意の値や無限大も許されます。このような対称操作は、右に示すステレオトーンエーズで表すことができます。ステレオトーンエーズでは、円の中に黒点を書き、その点が対称操作でどこに移るかを示しています。例えば C2 という操作は、360÷2、つまり180度回転する操作です。ステレオトーンエーズにおいて、右下の点に対して円の中心を軸として180度回転させると左上に移ります。左上の点に対して同じ C2 という操作を施すと右下に移ります。 C2 という操作は円の中心に楕円を描いて表します。次に共円シグマという操作はある面に対して鏡写しするような操作です。ステレオトーンエーズで右下の点に対して直線で示す面で共円操作を施すと左下に移ります。シグマ V の V はバーティカル、すなわち垂直という意味で円に対して垂直な共栄面を示しています。ステレオトーンエーズでは太線で表します。次に反転操作 I は点に対して座標を反転する操作です。ステレオトーンエーズで右下の点の座標を X、YZ とします。この点に反転操作 I を施すと座標が -x-y-z になり左上に移ります。 Z 座標もマイナスになるのでそれを白丸で表します。反転操作は円の中心に白丸で表します。続いて開反操作 N バーです。これは回転操作を施した後に反転操作を施すものです。また、回栄操作 SN という操作では、回転した後に共栄操作を施します。この回反と回栄は、N の値を変えれば等価になります。例えば、3バーは、Q
120度回転した後に反転操作を施しますが、これは60度回転して競泳を取る S6 と同一です。そのためどちらか一つが用いられることが多いです。天文はこれらの対象操作のいくつかが集まった集合です。下に示した2つの操作は上の操作と変身操作を組み合わせたもので空間分の要素となります。例えば螺旋操作 NM は 360÷N 度回転して N 分の M 変身する操作です。変身操作は競泳の後に変身する操作になります。もう一度天文のリストを示します。天文 C2H は要素として4つの対象操作を持ちます。このスライドで左上の天文は対象操作の数が少なく、右下に行くほど対象操作の数が多くなります。対象操作の数が少ないことを対象性が低いと言い、対象操作の数が多いことを対象性が高いと言います。またこのスライドではシェーンフリース表記と呼ばれる書き方で32個の天文を表しています。この書き方は例えば C2H は要素として C2 を持つことを理解しやすいので天文だけの話をする場合に用いられます。同じ32個の天文を異なる表記で表す場合もあります。このスライドでは32個の結晶天文を国際表記あるいはフェルマン・モーガン表記と呼ばれる書き方で表しています。それぞれの天文の要素や順番は前のスライドのものと完全に同一です。例えば C2H という天文は単車象形で最も右側にあり、操作の数が最も多いので2番 M や2/M と表します。この表記は空間分との関係を示すときに用いられます。230個の空間分はここに示す32個の結晶天文のいずれかに属しています。ここでは天文をいくつかの色で分けました。例えば直方象系には3つの天文があります。直方象系の空間分はこれら3つの赤、黒、青のいずれかに分類されます。直方象系の空間分は16番から74番まであります。このうち16から24までが赤なので2222という天文に属します。空間分の2文字目から4文字目が天文222に似ています。この天文の対象操作に加えて変身操作と螺旋操作などを持っているためです。25から46までは黒なので天文 2MM に属します。47から74までは青いので MMM という天文に属します。他の空間分も32個の天文いずれかに属しています。ここでもう一度ノイマンの原理を振り返りましょう。結晶の任意の物性の対象要素は天文の対象要素を含まなければなりません。これは天文によって許される物性が決まっていることを意味しています。例えば32個の結晶天文を以下のように分類することができます。32個中心対象性、つまり反転操作を持つものと持たないものに分けます。中心対象性を持つ天文は11個あり、持たない天文は21個あります。中心対象性を持たない21個の天文を持つ物質は圧電性という性質を持ちます。さらにその中で極性ベクトルを持つ10個の天文を持つ物質は省電性という性質を必ず持ちます。極性ベクトルとは座標形を変えても向きが変わらないベクトルで分極のことを意味します。省電性を持つ天文を持つ物質の中で外場によって分極反転が可能なものを共有電性と呼びます。したがって例えば4番 3M つまり TD という天文を持つ物質が省電性や共有電性を持つことは絶対にありません。このように天文と物性は非常に密接な関係があります。圧電性とは圧力因果によって分極が変化する、すなわち電圧を生じる性質です。圧力を加えると瞬間的に電圧が生じるので、それを利用してライターやガスコンロの点火に用いられます。またそれとは逆に
電圧を加えると変形する性質も持ちます。スピーカーの振動板に使用されたり、ピエゾ素子として実験装置で微細な使用位置制御などにも用いられます。省電性とは、自発分極を持ち、温度変化によって分極が変化、すなわち電圧を生じる性質です。温度変化で電圧を生じるので、温度センサーなどに用いられます。省電性を持つ物質は必ず圧電性も持ちます。共有電性は自発分極を持ち、電場によって分極反転が可能な性質です。電場を取り除いても、その分極の向きが情報として保持されるので、メモリーなどに用いられます。共有電体は圧電性と省電性も必ず持ちます。具体例を示します。 4HSIC という物質は空間分 P63MC 点分 6mm を持ちます。同じシリコンと炭素からなる 3CSIC という物質は空間分 S4/3M 点分 4/3M を持ちます。いずれの点分も反転操作 I を持たず、中心対称性がないので圧電性を持ちます。しかし 3CSIC は省電性を持たず、 4HSIC のみが省電性を持ちます。このように同じ元素からなる物質でも物性が異なる場合があり、それは構造、つまり対称性によって決まるわけです。右側にはチタン酸バリウムという物質を示しています。この物質は空間分 P4mm 点分 4mm を持ちます。いずれも中心対称性がなく、かつ極性ベクトル、つまり自発分極を持ちます。したがって圧電性と省電性を持ちます。これらが共有電性を持つかどうかは、外場による分極反転が可能かどうかで決まります。チタン酸バリウムの場合、分極はチタンと酸素の電子変異によって生じます。チタン4プラスがこの図では上側にわずかに変異し、酸素2マイナスが下側に変異しています。したがってこの単位法全体では、上側がプラス、下側がマイナスで分極しています。この状態でプラスマイナスが逆の電場をかけると、チタンと酸素が逆方向に変異して分極の向きが反転します。すなわち電場によって分極反転が可能なので、チタン酸バリウムは共有電性を持ちます。一方、 4HSIC における分極は、シリコンと炭素の結合における電気陰性度の差による電子の偏りに起因します。電場によって分極反転を起こすためには、シリコンと炭素の原子の位置を全て逆にする必要があります。一般的な大きさの電場ではそれは不可能なので、 4HSIC は共有電性は持ちません。共有電性についても構造がその有無を決定するわけです。分極による電荷の偏りは周りの物質にも影響を与えます。例えば、SIC 上グラフェンの電子ドープの起源は SIC の自発分極だと言われています。 SIC 熱分解放によりグラフェンを作り、アルテスと呼ばれる測定を行うと、バンドが交差する点、つまりディラック点がフェルミエネルギーより低いマイナス 0.4EV 程度に観察されます。これはグラフェンが電子ドープされていることを意味しています。この原因として、SIC が分極を持つため、 SIC 表面がマイナスに帯電し、海面層がプラスとなるため、グラフェンはマイナスの電子が多くなると考えられています。一方で、このモデルは正しくないと主張するグループもあり、活発な議論が行われています。このように物質の性質は対称性、つまり構造によって決まります。したがって新しい材料を作る場合でも、構造と物性を正しく理解する必要があるわけです。点分や空間分の基礎となる分論については別の動画で解説する予定です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。